サム・ランメルスは、オランダ・テルブルフ出身のサッカー選手。アイントラハとフランクフルト所属。ポジションはフォワード。2010年にビレム2から PSV の下部組織に移籍し、2015年7月、クラブと3年間のプロ契約を結んだ。8月10日、エールステディビジのゴーアヘッドイーグルス戦でプロデビュー。2016年8月8日、 FC デンボス戦にて4得点を決めたが、これは2部3入号の4部 PSV における史上初の4得点となった。2016年9月21日、ローダー JC との KNVB カップでトップチームデビューし、2017年5月7日、FC フロー人間戦でトップチーム初ゴールを記録した。7月にはフィリップコクーによってトップチームへと昇格した。 2018年6月18日、2018から19、シーズン終了まで SC、ヘーレンフェーンにレンタル移籍した。2020年9月22日、アタランタ BC に完全移籍することが発表された。2021年8月31日、2021から2022シーズン終了まで、アイントラハとフランクフルトにレンタル移籍することが発表された。 ありがとうございます。